家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。今日は9月後半のやっていいこと悪いことをご紹介していきます。皆さん、秋冬野菜の植え付けは終わりましたでしょうか？まだという方はぜひ急いでやってみてください。秋冬野菜の植え付けは時期が非常に重要です。1週間遅れただけで収穫物に大きな影響が出てきますので、まだの方は早く植えることを頑張ってみてください。今日は9月後半にやるべきこととやってはいけないことをご紹介していきます。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは現在の状況を見ていきましょう。苗を皆さん植えますと、だんだん大きくなってきている頃かと思います。真ん中にあるのは大根です。そろそろ間引きの時期だと思います。また奥にあるのが葉物野菜ですが、こちらも芽が出てきております。早く植えればこのようにどんどん出てきますが、遅くなりますと生育も遅くなりますので注意してみてください。9月後半のお世話としましては、1つ目害虫対策、2つ目土作り、3つ目植え付け作業、4つ目野菜の撤去、5つ目間引き、これらの作業がありますので一つ一つご紹介していきます。それでは1つ目です。害虫対策です。これが9月後半の作業の重要なポイントになってきます。植えた直後の秋冬野菜は害虫被害に非常に遭いやすいです。まだ暖かいので害虫の活動も活発です。特に青虫、シンクイムシ、これらの被害は非常に多いです。また目に見えない部分でいうとネッキリムシやコガネムシ、被害に遭いますと成長が止まってしまいますので早めに植え替えが必要です。この野菜のように少し色が黄色くなっているものはコガネムシの被害に遭っている可能性があります。早めに抜き取り植え替えるようにしてみてください。それではこちらご覧ください。大根などはシンクイムシの被害に遭いやすいです。成長点の部分をチェックしてみましょう。シンクイムシやヨトウムシが見つかるかもしれません。こちらはブロッコリーです。害虫は葉の裏にいることが多いので裏面をしっかりチェックしましょう。防虫ネットはしっかりかぶせていただきたいのですが、裾の部分はしっかり土に埋めるようにして隙間がないようにしてください。2点目です。土作りです。この時期土作りする野菜としてはいちご、そら豆、スナップエンドウ、あとは玉ねぎやニンニクです。10月から植えるような野菜に関しては9月の中旬から後半にかけて土作りを始めていきましょう。特に徐々に寒くなって肥料の分解にも時間がかかります。早めに準備をしていただきたいと思います。その際にそら豆やスナップエンドウは肥料が多いとアブラムシの発生やつるぼけなどが起こり、実があまりつかないようなことが起きます。また越冬する際に成長しすぎることもあります。成長しすぎると越冬せずに枯れてしまう原因となりますので、肥料を投入しないで土作りをします。万が一肥料が多い土壌にマメ科を植える場合は天地返しなどを駆使して土を均等に混ぜるようにしていきましょう。続いて3つ目です。植え付け作業です。9月の中旬から下旬にかけて植えるものとしてはじゃがいもやニンニク、ラッキョ、わけぎ、これらの野菜が植え付け時期となっていきます。どれも残暑が残る暑い日に植えてしまうと腐ってしまう可能性がありますので、平均気温が30度以下になった時が植え時です。また秋じゃがなどは早めに植え付けしないと芋が太る時期が短くなりますので、それも注意点です。ですのでしっかり天気を読みながら9月中旬の早い段階で植えるようにしてください。このように適度に湿っているような状態、このような時に植えるようにしてみてください。台風や長雨があるような週にはあまり植えるのはお勧めできないです。4つ目です。野菜の撤去作業です。ナスやピーマンなどは9月の末日くらいまで収穫を楽しめます。長い方は10月まで栽培することもできますが、例えばイチゴや玉ねぎ、そら豆、スナップエンドウ、このような野菜をナスやピーマンの後に植える場合、早めに撤去して準備をしてみてください。特に土作りにはやはり時間がかかりますので計画的に作業していきましょう。こちらのようにナスの枝はぐんぐん伸びてきます。まただんだん硬くなってきますので撤去作業は少し大変です。早めに作業を進めてください。またナスは残差としては少し分解が遅いので、よく切れるハサミなどで細かく切断するようにしてください。最後5つ目です。間引き作業です。
9月前半に種まきした葉物や大根などはこの時期になりますと芽が出てきます。早めに間引きしてあげることで通気性も良くなり根張りも良くなるので野菜がぐんぐん大きくなります。またもし芽が出ないような場合は追い巻きなどもしていただきたいと思います。それでは実際に間引きをしてみましょう。間引きをしないとこのように詰まってきますので軸が悪いものを抜いています。このように取ってきました。一度に間引きするのではなく成長段階で徐々に間引きをするように細かく作業をしてみてください。それでは最後にやってはいけないことをご紹介します。自然農薬や農薬などのかけすぎです。この時期特に多いんですが害虫が発生しますので農薬や自然農薬などをたくさんかけてしまう方がいます。逆にそれが葉を傷めてしまったり株を弱らせる結果につながります。そうすると害虫や病気に狙われやすい被害に遭いやすい野菜になってしまいます。適度に散布してこまめにチェックすることを意識してみてください。だいたい週1回適量を与えるというイメージで作業してみてください。それでは質問コーナーです。こちらのプランター栽培の動画にコメントいただきました。プランター栽培初心者です。用語など分かりやすく何度も見返してます。主人とあだこうだ言いながら秋野菜も楽しみにしていますというコメントいただきました。ありがとうございます。楽しんでいらっしゃるようでよかったです。秋冬野菜は実は夏野菜と違ってチャレンジする方が少ないと思いますのでこの辺ぜひご家庭でやっていただくと新しい発見もあると思います。ぜひご家族で楽しんでみてください。今日は9月中旬から後半のやっていいこと悪いことをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。